この子をしばらく預かろうと思うんだ。しばらくとは。うちならいろんな動物も飼ってるし、きっと楽しいよ。鶏一匹しかいないけどな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで夏の月26日、お気づかんの牧場の仕事を始めてから寝坊しないで起きられるんだよな。よし、今日も一日頑張るぞ。いや気づけ咳払いをされないと気づかない。ヤメさん、今から仕事するところだから怒らないで。違う、最近頑張っているみたいじゃないか。作物もしっかり作っているようだし、のび太もちゃんと反省していると見た。それをわざわざ言いに。それだけではないぞ。ドラえもんから取り上げた秘密道具を返してやろうと思ってな。おお、なぜのび太にドラえもんに返せばいいんじゃないかな。本当にスーパー手袋と言ったかな。ほらこれだ。おお、マジでスーパー手袋。え、ってことはあれやない、やっとこさ。これからも引き続き仕事を頑張るならば、ちょっとずつ返すとしよう。本当にいいの。いや、だって返してくれないと泥棒だからな。またこの間のような危険な秘密道具で悪さをするんじゃないぞ。危険な秘密道具なんかありましたっけ。それは分かってるよ、ちゃんと反省してる。ああ、部屋で使ったやつかな。この町のためにもっと頑張るのだ。なぜよそ者の私がくれぐれもサボるんじゃないぞ。ありがとうヤメさん。分かったから仕事に戻らんか。照れ隠しですか。ああ、してたしてた、走り方。よーし、スーパー手袋があれば仕事がいろいろはかどりそうだぞ。この調子で頑張って他の秘密道具も返してもらおう。のび太くん、お、なになに、早速聞きつけて。ドラえもん、スーパー手袋を手に入れたんだよね。スーパー手袋の使い方はわかる。いや、全然お願い教えて。よし、それじゃあしっかり聞いていてね。スーパー手袋があれば力いっぱい種をまくことができるんだ。力？力必要？力いっぱいか。遠くまで飛ばせるとかそういうこと？もっと力いっぱい。そんなこと言ってもどうしたらいいのか。てかつけてなくね、手袋。のび太、屋上の調子はどう？ちょうどいいところにランチくん。どうしたの？力いっぱい種をまく方法を教えてほしいんだ。ランチはスーパー手袋がなくてもそれができると。あ、そうだ、力を貯めるのはどうかな。どうするの？普通は種をまくとき A ボタンを押すだけでしょ。力いっぱいまくときは A ボタンを長押しするんだ。そうすればいつもより強い力で広い範囲に種をまけるよ。同じように肥料もね。それはすごいね。じゃあこれからは種まきが楽になるんやね。これで作業もなでより早く進められるんじゃない。ランチありがとう。これからも頑張ろうね。そして二人で去っていく。初めてスーパー手袋を手に入れた。やったね。これで私は力持ちになったわけですよ。とりあえず、あった。さ、これジョロ、範囲変わったかな？あ、やったー、3マス。いいね。ってことは、こう、縦に、はい、3マス分やって、こっちからも、ふぅー4回で終わる。やった、めっちゃ嬉しい。そして水も全然減ってない。良きやね。さあ、外に出て。よいしょー。そして、卵を回収して、餌、餌。そして、あ、ちょっと待って。おやつを、はい、どうぞ。あ、違う違う、間違えた。わし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 。よし、オッケー。そして、じゃあ私、お猿さんもわしゃわしゃしてこよ。ピチョン。お猿さーん。今多分ハートがね、2つぐらいまでなっとるけん。じゃあ早くハートを増やしたい。おったー。よしよし。今日も元気そうだね。
でもずっともうね、あれないよね、親子では見かけてないんやけど。ちょ待って、ちょいちょいちょい、なんかね、あの夏になると、あの前の犬のイベントが進むっていうのを聞いてさ、何回も行きようんやけど全然進まんのよね。どこだったかしら、ヒュルルン山、ヒュルルン山、ほっ、あ、やっとあの岩をどかそう。ここでのスーパー手袋、なるほど、これを手に入れるまでは全然意味なかったってわけや。これを使えばのび太くんのパワーが何倍も強くなって、あんな岩、説明はいいから早く貸してよ。てかもうあれよね、一月経ったわけですけど犬は無事なんすかね。一応私道具街でもせっせと通いよったけど、誰か餌を与えているのかしら。そうだった、さあのび太くん、あの岩を動かすんだ。てか結局ドラえもんが持ってるな、あの手袋。行くぞー、それー、おお、どんな問題、さあ犬の元へ急ごう。何何、犬の上に岩を押しやってんだ。向こうから来ちゃった。いいやん別に。ずっと待たせてごめんよ。待たせすぎよね、確実に衰弱死しているレベル。ひどい怪我だ。なんかドラえもんあれだな、帽子もうちょっとでかい方がいいんじゃないか。そうだね、この犬はそのまま私が面倒を見ることにとか、そういうパターンはないっすか。吠えてる、まだ元気があるみたいだ。うわ奇跡的すぎる。早く行こう、連れてこ連れてこ。元気になってよかった。あ、もう動物屋さんに連れてったん。でもあんまり無理しちゃダメだぞ、面倒見ることになりそうな感じやね。すっかり懐かれてるじゃないか、よかったねのび太くん。ありがとうドラえもん。ねえドラえもん、どうしたんだい。実はこの子をしばらく預かろうと思うんだ。しばらくとは、うちならいろんな動物も飼ってるしきっと楽しいよ。鶏一匹しかいないけどな。それは立派なことだと思うけど、元の飼い主が現れたらちゃんと返せる？あ、そっか、首輪つけてるもんね。それは返すよ当然。もちろん。ちゃんと飼い主に返すよ。君にも家族がいるかもしれないもんね。そうだね。そこまで確保ができてるなら僕も賛成だ。ところでその子をなんて言うの？そういえば。まだ決めてなかった。飼い主がおるのに勝手に名前を変えてもよろしいものかしら。のび太くんが助けてあげたからって、のび犬みたいな変な名前にしちゃかわいそうだよ。のび犬。失礼なやつだな。いくら僕でもそんな変な名前つけるもんか。そうだな。ここは、あれですね。私の飼ってるワンコのココアと名付けましょう。ココア。はい、オッケー。ココアにしようかな。オッケー。よーし。今日から君はココアだ。ココアか。のび太くんがつけそうな名前だね。それは褒めてるのか、けなしてるのか。どういう意味だよ。さて、遅くなってきたし、そろそろ戻ろうか。ココア、よろしくね。戻るって言われましても、ここが私の家ですけど。ね、のび太くん、犬の飼い方はわかる？どういうこと？教えて。そうは言われても僕は犬の飼い方なんて、自分もわからんのかい。誰かが教えに来て、お、ラムちゃんに聞いてみるのはどうかな。いいね、よし。じゃあ僕呼んでくるよ。 あ、行くわけじゃないのね、来るのね向こうが。うん、のび太お兄ちゃんワンちゃん飼ったの？いろいろあってね。いいな、かわいい。それでラムちゃんに犬の飼い方を教えてもらいたいんだ。ラムに任せて。よし、それじゃあしっかり聞いていてね。まずは ZL ボタンでワンちゃんを呼べるよ。 ZL ボタンはどれだったかしら。ああ、なるほどね、わかったわかった。おお、本当に来てくれた。かわいいね。 X ボタンで声をかけてあげれば仲良くなれるよ。それから Y ボタンを押せばワンちゃんを抱っこできるよ。 B ボタンを押して話してあげられるからね。だからね、優しく抱っこしてあげるんだよ。まあ、そのあたりはココと同じってことよね。ああ、
わかってるよ。それから餌とかはいるの？ほん？こんな風にワンちゃんが吠えたらそこに何かがあるの。へえ。すげえ。木だ。おもちゃだと思ったのかな。次はいいものを見つけてくれよ。まあ資材必要だから助かるよ。それからこれはとても大事なお話。ワンちゃんが病気になった時のお話よ。病気に？雨の日に外に出してやると病気になっちゃうの。そんなどうしたらいいの？そんな時はお薬。お薬か。これをあげればどんな病気も治っちゃうわ。すごすぎる。安心だね。だから雨の日は家の中に入れてあげてね。それじゃあおさらいする？うん、大丈夫。わかった。大事に育ててあげるんだよ。いいね。ランも時々見に来るね。その話は何もなかったね。犬がいるということは猫もいるのだろうか。ワンちゃんやーい。あ、抱っこできた。ちょ、体勢。かわいいけども。めっちゃかわいいけども。よしよし。いいね。で、あとはこれよね。おー、くるくるくる。なるほど、そういう感じだ。わかったわかった。いい感じだね。そのうちコッコ食べとったりとかせんよね。大丈夫よね、その辺は。あ、卵星一つになっとる。徐々にやっぱりランクが上がってきよんかな。ずっと星 0.5 とかやったのに。え、いい感じじゃねえか。やったね。やったね。嬉しい。さ、ということで、しずかちゃんのかかしは一体いつ誰が持ってきてくれるの？しずかちゃんに言いに行くの？それともドラえもんに言いに行くの？わかんないんだけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで犬が助けれて帰るようになったわけやけど、犬がおるってことは多分猫もおるよね。なんかいろいろと野生動物が出てくるっていうのは聞いてないけど、まだ猿ぐらいしか出てきてないけん、他にも動物がどのタイミングで出てくるのかが楽しみやね。季節にもよるんかな。